先頭に溝畑局長、上條様と日本橋キャラクターの皆さんです。
いいんじゃん。白、白がいる。あ、落ちた。ブロック。さあ、どんどん参りましょう。今年はなんと今まで500人だったこの一般参加のコスプレパレードが今年は1000人になって、こちら境市を歩いていただきます。さあ、かわいいピカチュウを持って歩いてます。そしてラブライブですね。ラブライブの皆さんが来てくれてます。今年はゲームのキャラクターも多いですね。あら、スパイダーマンが今日とってもまた1枚さあ、いろいろなアニメのキャラクターが登場してます。またスパイダーマン登場しましたね。スパイダーマンの後ろにはハリーポッターです。そして社畜と書かれたミサングラスをかぶった男性もいらっしゃいます。さあ、これで終わりではありませんよ。まだまだ登場します。さあ、まだまだ登場します。スパイダーマン、そしてスターウォーズ、デッドプールですね。あ、すごい量のデッドプールの方々が出てきました。スパイダーマンも混じっています。あら、安倍首相も本日はね、お見えになって。さあ、プレデターも、あ、後ろにはチャッキーもいますね。さあ、まだまだ登場します。仮面ライダービルドも今年は参加してくれてます。そして大きな戦車が来ました。すごいですね。戦車から顔を出して歩いてます。歩いてます。さあ、本当にこのコスプレパレード、アニメだけじゃなく映画やゲームからもさまざまなキャラクターが登場しますけれども、本当にこう一つ一つクオリティが高いなと思います。さあ、まだまだアニメのキャラクター出てきましたよ。さあ、ヤッターマンのコスプレの後ろにまたまた安倍首相いらっしゃいます。2人目ですね。そしてとっても可愛いコスプレイヤーの女の子が出てまいりました。ジブリのキキかな。わあ、可愛い。ほうきを持って歩いてます。飛ばない。さあ、このコスプレパレードでよく見られるたくさんの武器、本当に大きな武器からね、手の込んだ武器までたくさんありますね。コスプレイヤーさんを見ていただきましたが、まだまだ登場します。今年はね、昨年度の2倍の1000人になっておりますので、
さあ、またたくさんのコスプレイヤーさん参りました。さあ、本当に可愛いコスプレをしたね、たくさんのキャラクターに紅の豚混じっておりますね。坂本龍馬さんも時代を超えてやってまいりました。今年は外国人観光客の方もご参加されてますね。カードキャプターさくらコナン君、ちょっと待って。
ていただきましたが、今年1000人、ここまでで約800人です。まだ残り200人のコスプレイヤーさんが登場してくれます。かわいいマリオのね、マリオとルイージーの格好ですね。登場します。さあどうぞ。
に混ざって一人すごく大きな方がいらっしゃいました。すごいですね、この歩くのが大変そうです。東京フル。もう打たれそうですね。大丈夫ですかね。コスプレイヤーの皆さん、どうぞ進んでください。さあ、こちらでコスプレパレード、コスプレイヤーの皆さん全1000名ですね、終了となります。